はい、始まりました。ザ・ノイジーズです。どうも、よろしくお願いします。はい、ということですね。今回は、大ちゃんと私、この二人で、お届けします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということですね。大ちゃんがですね、原因はわかりませんが、病魔にですね、侵されて今、なんとか、一週間以上の休みを経て、復活したということですね。今日は、復活の日について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。よかったね。復活の日を取ろうと思った瞬間に、まあわからないけど、まあちょっと熱が出て、多分流行り病かわかんないけど、とりあえずまあ無事に復活されたということで。おめでとうございます、本当に。よかったですよ、本当にね。ちょっと俺は本当気管支やられちゃったから大丈夫かなと思ったからね、本当にね。まあ本当に熱が出たみたいな感じで。はい。ということですね。今回は、まあ前にもですね、大ちゃんと二人でさよならジュピターというですね、SF 超大作の映画をですね、紹介もしたりしたんですが、同じ原作者の小松左京さん、原作の、これは1960年代に発表された、原作かな。そちらを、深作欣二監督が監督しまして、1980年に角川映画で、映画化されました復活の日、こちらを語っていきたいと思います。こちらがですね、1980年で、あの当時としても、まあ、これ破格の、20億円超。なんか20億円から25億円っていう、なんかネット見てると、そのぐらいの制作費がで、かかってる。言ってらっしゃいましたけど、なんだっけ、トータルでいくと40億ぐらいかかってるっていうふうにコメンタリーでは言ってらっしゃいますね。交渉20億、5億だけどって言ってましたけどね、なんかね。まあ、そのぐらいね、ものすごいお金。まあ、実際ね、南極、ロケをやって、まあ、アラスカとかアメリカとか、まあ、日本ももちろんそうですけど、南米。そういったところもですね、もう、まあ、風光明媚って言っちゃあれですけど、まあ、なんかみんなが一度は行ってみたいけど、まあ、なかなか行けないところをですね、なんと、日本映画、この当時の日本映画ですからね。この映画が、まあ、その各地をですね、まあ、ロケして、さらにチリ海軍からですね、もう、まあ、原子力潜水艦って設定ですけど、まあ、一応通常のディーゼルエンジンかな、これは多分ね。その潜水艦とヘリコプター、あと、まあ、寝泊まりをするためのですね、豪華、まあ、そういった船もチャーターしてですね、あと、途中でね、貨物船って言ってましたね。みんなが寝泊まりしてる船が座礁されて、チリ海軍に救出されるとですね、まあ、そういった、まあ、もうプロモーションじゃねえかみたいなこともですね、いろいろやりながら、日本映画にもかかわらず、全世界がウイルスで、絶滅、まあ、寸前だよね、これね、生きてる人がいるからね。まあ、全世界のですね、まあ、人類絶滅の話をですね、なんと仁義なき戦いとかですね、そういったものを撮っている、ヤクザ映画が一番有名なね、深作欣二監督のメガホン撮って、まあ、撮るというです。まあ、もう、今であってもね、まあ、感染列島でしたっけ。まあ、あれも、ちょっとそのウイルスを題材にして、まあ大ちゃんがね、この前見たらなんかすごいよくできてますよっていうのをちょっと言ったから、俺もちょっと見たんだけど、まあ、医者のたちの装備の設定だけ見ただけでも、まあ明らかに復活の日はめちゃくちゃだよな、ね。だから、完全ネットをよくできてるっていうのは、あれですよ。人間ドラマのとこは見てらんないですけど、長いしね。なんだかよくわか、最後なんか、うにゃにゃってなってよくわかんなくなるけど、やっぱ医療崩壊っていうのが、あとお医者さんが嫌になっちゃって、もう帰るっていうとことか、もう手が回んなくてどうにもなんなくなっちゃうって、あそこだけは、結局ほら、今回のコロナがなければ、実際に分かんなかったじゃないですか、ダイレクトに。だから映画だからこんなことねえよって思って、当時ですよ、完全ネットやった時、俺はまあ、DVD かなんかで見ました。あ、テレビで見た、なんかで見たんですけど、いや、こんなことねえべえなんて、いつもの調子ですよ、感染もののね、いろいろ今まであった感染もの映画の中で見たけど、実際コロナ来て、ほら、ニュースでそういうふうな流れたり、ね、いろんなほら、ネットでも何でもそういう情報で、ね、お医者さんが、いやいや、もう冗談じゃないみたいなことになってた、ああいうのを見てると、感染列島ちゃんとしてんじゃんとかって思いましたよね。だって別にほら、あれは鳥インフルエンザでしたっけ？あの時は。狂牛病じゃないですよね。鳥インフルエンザの時でそうすだよね。ね。だから、あれもほら、結局、トータルで考えて、ほら、もちろん何？
あの、鶏業者さんとかすごい大打撃だったけど、俺なんかにしてみりゃ、大したことなかったわけじゃないですか。実害がないから、こっち。まあね。ほぼほぼですけど。だから、そう考えると、やっぱりその、ちゃんとしてるな、とかって思った、あの映画、ね。まあね。まあ多分、深作欣二さんってやっぱりもう、これ、まあいろいろ描いてるけど、まあリアリティっていうのは映画だろっていうのがあるから、うん、あの、こんなに感染率がやばい世界のに、マスクもしないのってとこが、このコロナを経て今見ると、昔は俺、インフルエンザぐらいの感覚しかなかったから、風邪だろうみたいな感じの、うん、子供の頃なんて見たから、別にあの、マスクしてるしないで、前は全然気にしてなかったんだけど、うん、まあ、そこら辺が本当にもう、復活の日は今から見ると、そこら辺がめちゃくちゃ大変だからね、あれは。まあまあ、せめてお医者さんのくだりね、尾形健とか、滝川由美とか、あそこの人たちだけでもマスクしてると、今見ると、今見るとですよ。そうあそこのお医者さんだけでもマスクしてないと、まああと手袋はめるとか、ね、でも何でもいいんですけど、それしてないと、いや、もうリアリティもないよな。まあ、ここで言うリアリティが、人間ドラマのリアリティなのか。で、ほら、なんていうんですか、あの、外人さんの芝居と日本人の芝居でガラッと雰囲気変わっちゃうから。うん、だから、そこも含めてね、あれですけど、まあでも、その致死率 100% っていうのが、やっぱちょっと、他と違うじゃないですか、これって。まあね、あのいわゆるもうかかったら治んないっていうのは、うん、まあ、他と違うじゃない。他もそうですけど、そこがね、ちょっと、抗体持ってる人が一切いないわけですもんね、うん、復活の日に関してはね。まあ、生き残りいないですもんね、うん、これね。だから。まあ、そこまでは描かれてないっていうか、まあ、話の趣旨じゃないっていう感じだね。うん。うん。まあ、江戸はそこら辺はね、まあ、だけど多分現場としては、もちろん医療関係のアドバイザーがいて、いや、しなきゃダメでしょって言った。映画だろって顔が見えなくなるだろっていうことで多分なるわね。まあ一応言い訳としてはもうしてようがしてまいがもう疲れちゃって嫌になったんだみたいな、うん、多分現場で勝手な理屈をしてると思うんだけど、うん、だからね、うん、もうそういうことじゃないんだみたいななんか、うん、まあだけど改めて見て昔もすごい映画だと思ったけどまあ、うん、なんだろう久しぶりにこうやってまた改めて見ると、いや、めちゃくちゃだよね、この映画ね。あの、やっているスケールがさ、なんか、もちろんあの、いや、だからその、すごいよね、ほんとに。ほら、別にこれね、今コロナが流行ってるからとかじゃなくて、多分前ノイジーズでも、俺が出た時か、なんかの時に、なんかこれの話したことあったような気がするんですけど、うん、やっぱスケールが半端ないじゃないですか。半端ないね、その日本映画じゃないじゃないですか、もうやってることが。うん、あの、少なくともこうやって対策映画って日本映画で外人キャストの人使ってやる映画この後ありますけど、うん、ここまでははっきり言ってもう多分これ以上ないと思うんですよね。こんだけでしかもいろんな世界のいろんなとこ行って撮ってるっていうのも本当に、うん、だからちょっとねでほら俺もその子供の本当全然子供の頃にこれ見たからうん、だから、続かなかったですね。これで終わっちゃいましたね。まあ、ね、まあ、これで、パンクしちゃったんでしょうけど、そうそうあの値段がね。そうそうそうこれと戦国自衛隊がお金かかりすぎちゃって、もう、角川がお金出せないってなったんでしょ、うん、だって。だその後は、まあ、アイドル路線。路線にね。うん、もう少し、ね。低予算映画の。うん。で、効率よく、まあ、お金を稼がなきゃいけないっていうね、うん、大事なだって、うんうん。まあ、まあこれだけあの当時の日本でしかも実物を取りに行ってるからね。だって、まあどこまで正確かわかんないけど、あれでしょ、チリ海軍の潜水艦で南極行ったのがこれが初めてってことなんでしょ、なんか。まあ、極秘作戦がもしかしたらあったら、それはわかんないけど、一応まあ表に出てる中ではこれだけってことだよ。だからね、一応。いや、少なくともあの南極の海のところから空撮であんな撮影してるのは、多分、だって、俺なんか、CG とかありますよ、合成とかね。そういうのが潜水艦のやつ使ってやつありますけど。だから、実際の潜水艦があの景色の中に浮上するっていうのは見たこと、これ以降もないですね。ないんじゃない？その。もう本当に。うん。まあ、しかも、実際にいる、実際に南極でってなるともっとないよね。うん、うん。設定としては一応そういうのはあるのかもしれない、ね。うん。CG とかね、それこそワイルドスピードなんかでもやってますけど、うん、ただ、
あれはほら結局実物じゃないし、そう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  CG でしょ、だってあれ。しかもね、コメンタリーで言ったけど、どこに出てくるかを狙うのが大変だって。それをちゃんと撮ってるからね。無線が通じないからでしょ。そうそうそう。まあ、潜水艦はね、海の中にいるだけでも通じないからね。この、だって、南極の景色だけでも、まあ、大作さん言ってましたけど、まあ、この DVD がこれが出るときに、アーカイブに起こしたって言ってましたよね、あの景色だけ。うん、あとで使えるようにって、ね、うん、いやすごい綺麗な景色があるけど、うん、これだけ撮って消えた、うん、撮ったんだ、なんか、ね、カットしたんだっていうかね、うんうん、もうだってしかもだってこれ72ミリえ82ミリでしたっけ、ああ35ミリで撮ったんじゃないだからな、いや70ミリマチュピチュとかあっちでしたっけ、あと草、まあ、カリさんがあの、そうそうそう、撮影するときに、あれだけ長い、うんうん。撮影するときになきゃいけないからと、なんかそんなこと言ったの、うん、大作さんが。木村大作さんがね、うんうん、カメラマンの。うんうん、だ一応なんか見たら、なんか35ミリで南極を撮ったのが一応これが初めてだみたいなこともなんか書いてあったのかね。え、南極物語のときってどうだったんですかね、あれ。南極物語はだから、まあ初じゃないけど、あの、少人数で、ロケしてるのはやってるんでしょ、南極物語は、うんうん、でほとんどはアラスカで撮ってて、うん、で あの何カットかはちゃんとケンさんも連れて向こうで撮ってるって、ああ、はいはいはい、うん、だから大ほとんどはアラスカ、うん、のはず、俺が見た調べたやつだと、うん、だまあ本当パギラね、いろいろほら南極の映画ってあるんじゃないですか、いろいろ、うん、俺これと復活の日と物体 X 以外あんな綺麗な南極あんまりイメージがないんですよね、他の映画で南極出てくるけど、うん、まあ南極物語も綺麗だって言われりゃ綺麗だけど、やっぱこっちの方がイメージ強いんだよな。いやもうだってあのまあ木村さんも名カメラマンだし、いやもうあんなね、うん、言ってみればあれですよ、ノブシみたいな連中を送り込んでるから、その、なんだろう、まあ、他にも南極物語も本当綺麗な映像いっぱいあっていいんだけど、いやだって、ね、結局、物体 X だって、設定としては南極だけどってのがあるじゃん、なんか、エクスキューズとして。まあ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 。これはね、本当にもう船がいて、そこに、ゴムボートでみんな乗り込むところだったりとか、潜水艦ももちろんそうなんだけど、ガチで南極で撮ってるからね。しかも、外国人スタッフっていうよりは、本当にもう、俺たちで何とかしてやるっていうやつらで、多分、下手したら外国のやつ言ったら、日本語でうるせえお前らって言うやつらでしょ。いや、言ってたっつってますからね。だから、アメリカの大統領役やってる人泣いて、泣いて、控室帰っちゃったっつってましたからね。大作さんコメンタリーで、もうめちゃくちゃなじって、お前こんなこともできねえのかなとか言って。いや、俺はもうハリウッドスターだから、カンペ見るのは当たり前だよって。そんなこともできねえのか、てめえなっつって。大作さんが。だって、なんだっけ撮影始まる前に女性の親方スタッフみたいな人に椅子投げたって言ってましたからね、だって。で、あれはもう当たってたら映画止まってたって言ってましたよね。でも今、そう当たったし、もう今絶対無理だからね、こんなもう、ののしるとか罵倒するなんて。それで、しまいにコメンタリーの中で、あの子元気かな、今いくつぐらいかなってあるから始まって、完全に DV のなんか元夫の感じだよな。いやまあ一応ね、大丈夫、周りの人言ってたけど、結局その用意してくれって言ってたカメラのフレームが日本とアメリカじゃ違うから、うん、それをちゃんと用意してねって言ったのを当日持ってきて平気な顔して、その、何、世界標準のやつ出したからふざけんなって言って椅子投げたって言ってましたよね。まあ、けど、まあ、そのぐらいやってくれてるから、やっぱ、もう全体のトーンがなんか、向こう行って慌ただしく撮ったみたいな感じじゃないよね、ほんとね。もう本当にもう、しかも、コメンタリー聞いても、とにかく俺たちの要求したい予算があったら、絶対譲らないみたいな感じだもんね。いやね、これの、コメンタリーの話聞いてると、あのね、これ比べちゃあれですよ。うん、おしいさんがカナダでガルムウォーズ撮ってる、あれですよ、メイキングが、ワウワウのメイキングが、YouTube で見れますけど、うんうん、あれは本当におしりちゃん全部妥協してますからね、だって。そういうのは、しょうがないよねってところで、ここ切ろう、ここ切ろうとか。まあ、怒ってるシーンとかもありますけど、だってこれに比べたら、
いや、だってひどいことしてますよ。だまあね、でも多分ですけど、それぐらいやらないと通らないんだと思うんですよ。多分ですけど。システムが違うから、本当にそのやり方がね、全然。で、その朝から晩までね、平気でやるっていうのも日本人は平気だけど、外国人はほら、ユニオンがあるから、カナダのスタッフなんか特に週1は休みだったんでしょ、うん、下手すら今土日休みでしょ多分ですけど。週休2日ですよね、多分ね。うん、もうだって、それじゃあ寝ないで、起きて仮眠取ってすぐやるなんていう、当時の深作さんなんかの、仕事のスタイル持ってったら、そりゃね、いや、それはしょうがない。イライラしますよね、うん、そりゃね。だってもうね、もう多分下手したらこうやってパンパンするような現場から育った人だからさ、言わないけどね、何をやったかそれ言わないけど。元気が出るお薬をね、そうそうやってたと思いますけど。そういうところだからね。とっと終わらせようぜって感じだね。でね、あとね、あの病院の下り、日本の病院の下り、うん、全部一回撮ったのまたバラして、今の大作さんが、いやー大作ちゃん、大ちゃん、もうちょっとさ、もう一回撮り直さないっつって、全部一回バラしたの、もう一回、何カナダから海、あ、じゃあ、あ、あの南極から帰ってきてもう一回撮り直したっていうシーンで、最後に、俺は全く同じように回して、全くそのまま撮ったんだけど、いやー、滝川由美今日良かったね、つって言ったんですよ、監督。監督がっつったら、あ、そうだったとかって。もうその、お金がここまで引っ張り出すことができたのもすごいよね、ほんとね。いや、これはプロデューサーさんほんと苦労したんじゃないですか。だって、結局途中で、その、あ、途中なのかな、始まる前なのかな、だってもう20億超えないで抑えてくれって言われちゃったんでしょ、それで北海道で撮影してくれとかって言われたって、なんかしきりに言ってらっしゃいますよね。だから、それはふざけんなってなるでしょ。いや、もう、コメントで聞いても、俺たちはこの、こういう絵が撮りたいんだしか言わない人たちだからね。もうめちゃくちゃじゃないの、これは。ね、あのプロデューサーの方とかね、あのもう一人制作の人か中入ってて、いやー大変だったんだよって、そそちょっと物腰優しいね方が喋ってらっしゃいましたけど、いや大変じゃ済まないぐらいだったんでしょうね、本当に。多分ね、本当に出せないって言ったらもうあれだもんね、やらねえって言って、うん、今までかけた何十億が全部不意になるからね、パーになるしね、本当にね。女優さんの交代待ったわけじゃないですか、これって。だって、と、取っちゃってから、こいつダメだ、変える、チェンジってなったわけでしょ、だって。それだって、ね、まあ今だったらね、なんかまあ、バックトゥーもそうだし、まあ、何本かね、まあ、ディズニー系だったら途中までやったのに、もう途中でバン、全部やって撮り直したって言って、まあ、今だったら馴染みがあるっていうか、表でできるけど、あの当時の日本映画でこの大作だからね、そこで撮った後にいらねえって、お前は使えねえって、それはすごいよ、本当だから。だって、現場まで連れてって回したら、なんだこいつって。いや、なんだっけ、走り方がね、気に入らなかったみたい。あ、こいつはダメだな、みたいな、なんか言ったのかな、コメントで。うん、いやだからだって、オリビア8世のあの走るシーンって、あそこで撮ったんでしょ。あの、前編撮れなくなっちゃったからつって、ラストのあのシーンとかも、な、まあ、工夫して日本で撮ったりしてるでしょ。そうそうそう。ねえ、うん。前言ったの、琵琶湖で、なんかあと、魚ぶた叩いてるのが千葉の方だとかなんか言って。そうそうそう。だからあの、ね、あれですよ、野球十兵衛と、あの、うん、宮本武蔵が魔界転生でやると、あれ同じとこだからとかって、言うなよとかって言うなよって。すげえ自然に繋がってるなと思ったのが。ここがあれだろ、ここが、なんかアラスカだろ、ここがまた千葉なんだよとか言って、もう、すげえなこいつらと思って、なんかうまく繋がってんなとか言ってね。言わなきゃわかんねえよねとかって。いや、わかんなかったよ。本当に言われなかった。まあ、予告見てるとおかしいつながりがいっぱいあるんだけどね。そう言われると。それにしたって、このスケールのデカさは、何でも言いますけど、やっぱもう、これからもないでしょ、こういう日本映画。もう本当に。いや、まあ、作れないよね。あと、システム上無理だし。特撮がしょぼい
ていうところが、まあ、ちょっとね、あの、核爆発ってこうやって、まあ、できるところとか、ちょっとある、そこらしょぼかったりするんだけど、ただやっぱ全体的なトーンってなんか、おかしいところは多分詳しい人が見てると、おかしいところいっぱいあると思うんだけど、うん、まあ普通にそういうことなく、世界、人類が滅んでいくっていう過程を、やっぱ、こういう形でダイナミックに、ぐわーってなんかもう、ところてん式でみんなずーっとずり落ちていく感じ。ね、原子力潜水艦じゃないって、なんか言われれば、それはね、うん、そういうところは、もうそういうところも突っ込まれるんだけど、うん、いや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 って。潜水艦ガチに持ち込んで、ね、本物だもんだって。しかも南極に浮いてんだろうって話じゃないですか。すごいよ、本当に偽物じゃないからね、あれもね、本当に。あとは本当にさっきの千葉で撮ってるってもあるけど、まあね、現地のことはわかんないけど、まあチリで撮ってるけど、イタリアだったりとか、うんまあ、ここら辺のね、うん、まあモンゴルだって言って全然違うところで撮ってるっても確かあったよね。うんうんうん、あそこら辺。あの、だから逆、チリが、チリで撮ってるのがイタリア。イタリアつって、あ、ね、イタリア風つって、あれがチリだ。チリで、チリか、だから、そうこの、なんだ、潜水艦でやってるロケット一緒で、あの、カナダで撮ってて、あれ、モンゴルでしたっけ、うん、最初のあの、生まれ男の、あれがモンゴルで、後々、天と地とここで撮って、あんなとこ、で、川中島に見えるわけねえじゃんか、つって、木村大作さんが余計なこと言うってね。だってしょうがないよ。馬が走れて、あんだけ広い、だたっ広いとこ、あそこしかないんだから、つって。だから、あのプロデューサーさんは、だって、天と地ともやってらっしゃる方でしょ、うん、だって。ねえ。まあ、そこら辺がね、いや、まあ、あの時間が経てば経つほど、ね、うん、いや、すごいものを撮ったなっていうのがね、まあ、もう無理よ。でも、まあ、海外の映画でも、実際にここまでロケするって、まあ、007はなんかあるのかもしれないけど、まあ、それでもね、こういう題材をまず挑むの、挑めるかっていうと、誰でも挑める題材じゃないからね、これはね、本当に。あって、うん、新宿の、あそこの歌舞伎町のあの、今何でしたっけ、エスカレーターでしたっけ、あ階段だったとこ、昔、南口から降りる、うん、あそこだってワンブロックこうやってやって、死体並べて、あの、汚して、いくら一瞬出したって、いや、すげえ、こと、あと国会議事堂の前に自衛隊員並べて、柵、ね、やって、ガーって、道路局しか撮ってねえとかなって、あの、あの永遠の人でエレン揉めたとかなったんですけど、噛まねえから増しちまえっつって。まあ見たことがない映像はいっぱいあるからね、日本人から、ね。だってあとあの高架下、何でしたっけ、線路の高速道路の高架下かなんかで、あの死体燃やす火炎放射器で燃やしたことだって。まああれ、深沢さん、まだ出来たての場所でやってたんだ。あの、工事中の高架下でやったんだよ、とか、なんとかって言ったけど、まあ、あれだって、燃やす前死体全部だって作り物じゃなくて、人がこうやって死んで、あの、ね、こうやって寝てますからね、だって。いや、まあ、もうね、工事途中だからこそやっちゃダメだよ、その汚すこともね。で、バンバン火炎放射器で燃やしてますからな。もうね、本当に、ね、もう観光スポットで言うのは、マチュピチュって言うんだっけ、なんか。あそこ行ってね、本当にあの、しかも途中で出てくる印象的なミイラが本物だとか、なんかね、あの、まあ、ミイラをなんかそのまま運んでたとか、めちゃくちゃなコメントありだからね、本当ね。え、何したっけ、なんか展示物のやつを持ってってあそこに置いたとかしてましたよね、だって。ものすごいこと言ってるから平気で、しかも笑いながら楽しそうにね、この人たち。まあだけど、だからこそ、いや、絶対その値段でできてないよねって話なんですよね。だって多分。25億だったとしても、それでもすごいけどね。ロケだけで何千万とかなんか一応ね、交渉で。ロケ班だけで。この当時は見てなかったけど、なんかすごいあの導入部分がいいなと思ったら、なんか、渚にての映画にそっくりで、あれ、なんかこういうところから持ってきたのかなみたいな、なんかね。ね、あの、まあ、こっちは。映画の方ね。映画の方ね。うんうん、あの、放射能が、うんうん、そっちは放射能で世界が滅びる作品なんですけど、うん、まあ、これはどっちかというと、ダイナミックに人類が滅んでくっていうよりは、まあ、滅びる前の生き残った人たちの最後のなんか、黄昏時を描いてるやつなんだけど、あ、なんか、あ、まあ、そうね、いろんな映画からやっぱ、なんか引用する形は当然ああやるよな、みたいな感じもね、ちょっと思ったりとかね。あの導入部分がさ、やっぱかっこいいじゃん、なんかこの最初、滅んでしまった、あの世界をこうやって潜水艦だから見せる、これは何が起きたんだっていうところから。しかもね、昔はなんか、チャチーなと思ったら、あ、ドローンかと思って普通に見れるこの時代なんか。
あれね、探査グローブって言ってますけど、そりゃね、あの当時はね、リモコンのなんか、なんかラジコンみたいな感じで、ちょっと子供高校にさ、あのザ・ボーガーの頭から出るや、なんかやる、出るやつみたいな感じのちょっとあったけど。いやー、そら、俺、スター・ウォーズ見た後だったから、探査グローブつってあれが、ひょこんって出てきたら、ダッセーなーとかって思ったけど、そうそうそう、今はね。だけど、何あれも言ってたけど、結局ハリウッドに3億渡して作らせたら、ろくでもねえのが来たから、俺が全部取り直したとかって、木村大作さんがね、だからやっぱあいつらは親方がすごくて、スタジオダメだよとかって、まあ、どこのスタジオに出したか分かんないですけど、こればっかりはね、その明確にほら、どこの特撮工房出したかなんて言ってないから、あれだけど、まあ、それは。ほとんど使われてないからね、見てても、そこら辺。でも正直言って、まあ多分、日本に出した方が良かったよね、あれね。いや、あれは絶対、同じ3億かけんだったら、うん、多分ね、1億円で絶対同じもんできますよ、だって しかもクオリティ高くね、多分。何秒しかないけど、しょぼいの分かるからね、あれでも。うん、うまくごまかしてる。本当にね。南極基地吹っ飛ぶとことか、あと潜水艦のシーンとか、もっと多分日本の特撮のね、ちゃんとしたとこ出せば。うん、ねえ、本当にあの小松左京さんが、まあ、日本沈没とこの復活の日が、まあ、2強だよね、このなんかまあカタストロフの、うん。そうですね。そうですね。でこの後に、まあ、俺は大好きだけど、人には勧められないサヨナラジュピターとか生まれて、あと最後が使徒消失っていうなんかね、なんかところが。小松の左京映画四天王でしょ四天王でしょエスパイもあったりするからね、この中でなんか実写のやつで。そっか。エスパイあった。忘れてた。忘れてた。だけどね、やっぱり、まあ、日本沈没も、まあ、それなりのお金をかけてるんだけど、やっぱりね、小松左京さんの映像をやるんだったら、やっぱもうちょっと、お金あとやっぱ侍が必要だよね。本当に。作る方にも、本当作る方に妥協しない人がやんないと、そう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 、こればっかりは多分、わかりましたって、言っちゃう人がやっちゃうと、それなりっていうか、それ以下のもんなっちゃうから、やっぱそこは、いやもう、ここから引けないよって、いや、ふざけんなって人がいないと、いろんな、とこにね、そこがいないと、ね、ましてその、お金を工面する人にもそういう人がいないと、やっぱり、その、多分ここで引いちゃったら絶対この映画になってないですからね、うん、本当にね。それこそ、ね、本当に映画監督ってのは怖い人たちですからね。ものを作ることに貪欲なんで、お金のことなんて、まあ、今の監督さんは知らないけど、本当に監督っていうのはもう物を作るってなったら、もう何にも考えませんから。俺はそれが怖くて、ちょっとね、あんま途中で腰が引けてしまった人間なんで、あれですけど、すごい、すごい、ごめんなさい。別称では軽蔑してるとかそういうことじゃなくて、すごい生き物だなと思います、監督さんは本当だから。だから、すごいもの撮れましたから、本当に。うん、普通の人じゃないよっていうのがやっぱ伝わりますよ、うん、本当。いや、これは別にその深作さんに限ったことじゃなくて、やっぱり、みんなが映画見て、いや、この映画すごいっていうのを作ってる人は、やっぱり普通じゃないですよ、うん、やっぱりそれは。それは本当に、うんうん。お金出す人も本当にこれはもうお前と心中するっていう気持ちがないと、これ無理だと思う、うん、本当にね。特に、復活の日はもう本当にまあ、言ってみりゃなんだろうね。なんか日本版地獄の黙示録みたいな感じで多分ね、これ、ね。やってること変わんないですよ、多分ですけど。ね、やってること本当に。もうとんでもない時間と手間とお金をどんどん消費していくっていうことで戦いね。まあ、それでもうまくやってると思うけどね、話聞いてるとね、これは。もうそこら辺はもう やれないところは、じゃあどうやるかってことをちゃんとね、しかもその中でベストを尽くすっていうところがあったんだろうね、これはね。まあちょっと、あんまりアカデミックなことを喋らなくてすいません。なんかね、ちょっと、いえいえ、あれなんですけど。まあまあちょっと、本当にまあ未見の方がいらっしゃいましたら、まあもちろん、うん、まあコロナ減ったから余計茶畜見えるとこもあると思うけど、うん、ただ逆にすごいなと思うところもあると思うんでね、この映画は。本当ね、最近映画とかっていうジャンルじゃなくても、日本のスペック、アクション対策、まあ SF、どっちですか ?SF 対策
ていうので、こんだけすごい、俺ね、多分ね、前にも同じこと言って、こんなすごい映画あるんだよって意味で、やっぱりこれは 4K なり、なんなり、これからどんどんなってくんでしょうけど、うん、それはもう、これは残した方がいいですよ、その、いろんな意味で、本当に。ね、俺、だって、その、深作さんがのイメージって、これやっぱ仁義なきでしょ、どうしたって。うん、いや、だけど、この復活の日はね、ちょっと入れてほしいな、みんなそこに、そこに本当に、いや、仁義なきだけじゃないよっていうところね、うん、そこがありますけどね、本当ね、深作さんの映画の中でも、うんうん、そこはあります、すごく。まあ、ちょっとそんな感じでね、ちょっと、まあもう 4K のブルーレイもね、発売されてますので、5級もやる方で、お財布に余裕がある方は、もうそちらでちょっと自宅で楽しんでいただければと、はい、思います。ということで、本当大ちゃん、もう病み上がりで本当すいません、なんかよろしくお願いします。はい、という形でね、身を削って、日々、もうね、大ちゃんの休み中に、多分思ったと思うけど、このチャンネルは改めて狂ってるな、と思われたと思うんですけど、狂ってるぐらい今更新してる、チャンネルでございますので、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。お願いします。大ちゃん、ありがとうございました。皆さんご視聴どうもありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。ありがとうございます。コメントも待ってまーす。